ボブ・ホスキンスは、イギリスの俳優。サフォーク州生まれのロンドン育ちであるが、アメリカ人のアクセントで話すこともできたことから、ハリウッドでも成功した数少ない、イギリス人俳優の一人である。ディスレクシアである。15歳で学校を去り、英語の教師やサーカスで仕事をするなどして、生計を立てる。20代半ばから舞台に出演するようになり、1969年に映画デビュー。 陽気な役から、マフィアのボスまで幅広い役を演じている。1986年の、モナリザで、カンヌ国際映画祭男優賞、ゴールデングローブ賞ドラマ映画主演男優賞などを受賞。スーパーマリオの実写映画化作品で、マリオを演じた俳優でもある。しかし、彼自身はマリオを演じたことについては、忌々しい悪夢であるとガーディアン氏のインタビューに答えている。 手塚治虫は、ロジャーラビットに出演した、際の、存在する、はずのないアニメキャラがすぐそこにいるかのように視線を送る、目の演技を高く評価した。同作では、幼少期に、サーカス団員の両親と共に、サーカスに出ていた探偵を演じ、本人もサーカス団員だった経験を生かした、アクロバティックな演技をしているが、アニメキャラに合わせた、激しい動きが原因で撮影中に怪我をすることも、 少なくなかった。2011年にパーキンソン病と診断され、2012年8月8日には治療に専念するため俳優業を引退すると明らかにした2014年4月29日、急性肺炎のため死去。71歳を打つ。ありがとうございます。